羽生譲るの写真集がボストン美術館に展示決定。稲川美香が捉えた羽生譲るの新たな表情。写真集の裏側を初公開。羽生譲るという名は、フィギュアスケートの世界だけでなく、芸術と写真の世界でも一目置かれる存在となっています。彼の後ろ姿やシルエットは、他のどのアスリートとも違う独特の美しさを持っていると多くのファンが感じています。 若い頃はその華奢な体型からどれだけ現役を続けられるのかと心配されることもありましたが彼の自らを鍛え抜く姿勢には驚かされるばかりです近年の「ファンタジー・オン・アイス」での衣装はますますその鍛え上げられた身体を引き立てるものでありその健康的な体つきには観客も驚嘆します皆川美香さんとのコラボレーションは羽生結弦の新たな一面を引き出し続けています シンプルな写真が好きな人もいれば、二永さんの手による色彩豊かな世界観を楽しむ人もいます。二永さんが撮影した写真集は、毎回新しい発見があります。写真集がこれほど多く刊行されるアスリートは稀であり、それだけのポテンシャルを持っている証拠です。ファンの間では、羽生さんが最も多くの写真集を発行したアスリートとしてギネス記録に載るのではないかという声もあります。 羽生ささんのの写写真真集はは単ななるスポーツ写真ではなく、一種の芸術作品としてて評価されています。蜷川美香さんの写真集は特にそうで表情での表現とは異なる魅力を引き出していますこれまでに多くの写真集が発売されその度に新しい顔を見せてくれる羽生さんの姿には毎回驚かされます彼のプロフェッショナルとしての姿勢はアスリートでありながらも芸術家のそれと同等 いやそれ以上かもしれません羽生譲るの鍛え上げられた身体はまさに博物館に展示されるにふさわしい美しさです彼の顔は優美でありその下に隠された筋肉は信じられないほど鍛え抜かれています FAOI の衣装がその筋肉美を際立たせるように作られているのも納得です甘いものを時々食べることがあると自ら告白する羽生さんですがその後悔は一瞬で 常にストイックに自分を磨き続けています。ショーの合間にまでトレーニングを欠かさない姿勢には、ファンも驚きを隠せません。写真集の撮影現場では、皆川美香さんが羽生さんの新しい一面を引き出しています。グッチの写真展でも新たな羽生譲るが見られ、その度にファンは新しい発見を楽しんでいます。皆川さんとのコラボレーションは第3弾を迎え、ファンの期待も高まるばかりです。 羽生さんの写真集は毎回異なるカメラマンやコンセプトで制作されその多彩な表現力には毎回簡単の声が上がります若い頃の華奢な体型からは想像もつかないほどの肉体美を手に入れた羽生結弦その身体はまるで彫刻のように鍛え抜かれ美しさを放っていますバレエ好きの人々がかつて憧れたニジンスキーやマヤプリセツカヤと同様に羽生結弦もまた 現代における芸術の象徴となっていますその長い手足と細いウエストバランスの取れた筋肉の配置は彼の演技に一層の美しさを与えています羽生さんの演技はどんなに小さな動きでも全力で行われその真剣さが伝わってきます例えばショーで他の選手が手を抜いている中でも羽生さんは曲に合わせた色っぽい仕草を取り入れ全力で演じていますその姿勢が 彼の身体をさらに鍛える要因となり彼の演技にさらなる深みを与えているのです羽生譲るのプロ転校後も次々と写真集が発表されその度に新たな魅力が披露されています彼の身体はまさに芸術品でありその美しさは唯一無二ですファンはその鍛え上げられた身体と優美な動きを見るたびに羽生譲るという存在の素晴らしさを再確認します 川美香さんとのコラボレーションは毎回新しい羽生結弦を見せてくれます撮影現場の様子が初公開されるたびにどんな新しい写真が出来上がったのかファンは発売を心待ちにしています羽生さんの写真集はその芸術性の高さからボストン美術館にも展示されるほど評価されています毎回新しいコンセプトで撮影される写真集はファンにとっても新しい発見の連続であり その期待を裏切ることはありません羽生さんの期待上げられた身体は華奢な見た目からは想像もつかないほどの筋肉が隠されています最近では FAOI の衣装もその筋肉美を引き立てるものが多く一般にもその身体の美しさが知られるようになってきています羽生ュー譲る×ニナガワミカの写真集はスケートの試合やアイスショーでの姿とは異なる新たな魅力を引き出しています これからもその進化を続ける羽生譲るの姿をファンは楽しみにしています。新川美香さんの写真集は、芸術性が高く美しいものばかりです。特に羽生さんの写真集は、その一枚一枚がまるで絵画のように美しく、その芸術性に感動するファンも多いです。毎回新しいテーマで撮影される写真集は、その度に新しい羽生譲るを見せてくれます。その多彩な表現力には、 ファンも驚きと喜びを感じています。羽生結弦の写真集は芸術作品としての評価も高くその美しさはボストン美術館にも展示されるほどです毎回新しいコンセプトで撮影される写真集はファンにとって新しい発見の連続でありその期待を裏切ることはありません彼の鍛え上げられた身体と優美な動きはまるで彫刻のように美しくその存在感は唯一無二です 羽生さんの写真集はその芸術性と美しさから多くのファンに愛されています蜷川美香さんとのコラボレーションは毎回新しい羽生結弦を見せてくれその度に新しい発見があります彼の写真集はただのスポーツ写真ではなく一種の芸術作品として評価されていますその美しさと芸術性にファンは毎回感動しています羽生結弦の写真集はその芸術性の高さから ボストン美術館にも展示されるほど評価されています。二川美香さんの写真集は、特にその芸術性が高く、美しいものばかりです。毎回新しいテーマで撮影される写真集は、その度に新しい羽生譲を見せてくれます。その多彩な表現力には、ファンも驚きと喜びを感じています。羽生さんの鍛え上げられた身体は、まさに芸術品であり、その美しさは唯一無二です。 彼の写真集は毎回新しいコンセプトで撮影されその度に新しい魅力が引き出されています蜷川美香さんとのコラボレーションは毎回新しい発見がありファンはその発売を心待ちにしています羽生結弦の写真集はその芸術性と美しさから多くのファンに愛されています蜷川美香さんとのコラボレーションは毎回新しい羽生結弦を見せてくれその度に新しい発見があります 彼の写真集は、ただのスポーツ写真ではなく、一種の芸術作品として評価されています。その美しさと芸術性に、ファンは毎回感動しています。ハニュー・ルの写真集は、その芸術性の高さから、ボストン美術館にも展示されるほど評価されています。二川美香さんの写真集は、特にその芸術性が高く、美しいものばかりです。毎回新しいテーマで撮影される写真集は、 その度に新しい羽生譲るを見せてくれますその多彩な表現力にはファンも驚きと喜びを感じています羽生さんの鍛え上げられた身体はまさに芸術品でありその美しさは唯一無二です彼の写真集は毎回新しいコンセプトで撮影されその度に新しい魅力が引き出されています皆川美香さんとのコラボレーションは毎回新しい発見があり ファンはその発売を心待ちにしています。羽生結弦の写真集は、その芸術性と美しさから、多くのファンに愛されています。皆川美香さんとのコラボレーションは、毎回新しい羽生結弦を見せてくれ、その度に新しい発見があります。彼の写真集は、ただのスポーツ写真ではなく、一種の芸術作品として評価されています。その美しさと芸術性に、ファンは毎回感動しています。 ズルの写真集はその芸術性の高さからボストン美術館にも展示されるほど評価されています皆川美香さんの写真集は特にその芸術性が高く美しいものばかりです毎回新しいテーマで撮影される写真集はその度に新しい羽生結弦を見せてくれますその多彩な表現力にはファンも驚きと喜びを感じています羽生さんの鍛え上げられた身体は、 まさに芸術品であり、その美しさは唯一無二です。彼の写真集は、毎回新しいコンセプトで撮影され、その度に新しい魅力が引き出されています。美川美香さんとのコラボレーションは、毎回新しい発見があり、ファンはその発売を心待ちにしています。